こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では春夏のセールの中でもユナイテッドアローズグリーンレーベルリラクシングのですねアイテムの中でこれは買っておくべきだなというアイテムをですね皆さんに5つご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。僕はですね日々の動画の中でいろんな実験をしているわけですね。まあこういったことをやったら多くの方に喜んでもらえるんじゃないかなということをですね日々ちょっとずつ試しているわけなんですが、まあ、先日ですねユニクロのセールの中でこれはおすすめですというものをですねご紹介してみたところ結構ですねこれが好評で、まあ、いろんな方に見ていただいたわけなんですね。で今回はですね、まあ、ユニクロというところは離れてグリーンレベルの中でこれは買っておくべきなんじゃないかというものをですね5つピックアップしたのでそれを皆さんと一緒に共有をしてみたいなというふうに思ってます。ちなみに今回の動画では PR のものではないので僕個人の見解で、まあ、これはいいなというものとか、まあ、長い目で見て使えるというものをですねご紹介できればなというふうに思ってます。まあ、皆さんもねセールは大好きだと思うんですね。まあ、やっぱり定価で買うよりもお得なのでなんかねこういいものが見つかった時の高揚感って、まあ、必ずあると思うんですよ。ただねやっぱりこのセールというのもやっぱいいところもあれば悪いところもあってそのあたりを理解しながらうまく使えたらいいんだけども失敗することも少なくないかなと思ってるんですね。特に難しいのはやっぱり安くなってるというところに気持ちがとらわれてしまって普段だったら選ばないものも買ってしまってやっぱり着なかったってやつですね。これはね僕自身も散々やってきたんですね。だからこそセールというものはかなり慎重にならなくちゃいけないなと思っていて僕の中では通常価格で買うよりもセールで買う方がむしろですね超慎重になりますね。ちゃんとワードローブを確認して必要なものだけを買うというようにしてるのでぜひ皆さんもね今回の動画を見ながらやっぱこう動画でね、見るとテンション上がっちゃって欲しくなると思うんですよね。テレビショッピングみたいな感じに、受け取られる方もいらっしゃるかもしれないですが、そこは冷静に、本当に必要なものだけをですね、ピンポイントで買えたらいいかなと思うので、まあ、今回5個をご紹介しますが、その中でもね、1個だけでもいいと思いますし、まあ、多くても2、3個ぐらい買えれば十分かなと思いますし、全然ゼロでもいいと思います。あ、こういったものがあるんだなとか、こういったものがセールでは買うべきなんだなっていうのが分かるだけでも十分ですね今後の買い物に活かせるかなと思うので、まあ、テンションは上げながらも頭はですね超冷静にしながら今回の動画楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、早速なんですけども具体的にアイテムをご紹介していきたいなというふうに思ってるんですが一つ目はですねT シャツなんですね。まあ、これからの季節 T シャツってめちゃくちゃ活用できるかなと思ってまして、まあ、実際今日はですね梅雨時期ではあるんですがまあ暑いですね。太陽が出てるので30度を超えて32、3度ぐらいになるかなという時なんですが、まあそんな時にはね、T シャツはもう本当に僕らの味方かなと思うんですが、まあ、T シャツは結構セールになってるものとなってないもの、2つに分かれてるんですね。というのもこれからの商品なので、基本的にはね、まだ安くなってないものも多いんですが、まあ今回ご紹介したいのは、ドライタンクトップレイヤードクルーネック T シャツってやつですね。これ面白くて、最初からですね、タンクトップがこう重ね着してあるようなレイヤードスタイルになってるんですね。というのも T シャツ単体って、まあそれはそれですごくいいんですけども、どうしても退屈な見栄えになりやすいので、タンクトップを内側に着て、着丈がですね、ちょっと長めになって、タンクトップの裾が出てるような仕上がりに見えるのが、この T シャツなんですね。まあ画像を見ていただきたいなと思うんですが、まあ、こういった面白い商品っていうものがですね、まあ、最近ちょこちょこと市場にもあって、まあ、割とですねこれは真夏にももちろん着れるんですがレイヤードになっているということで、まあ、ちょっと早めにセールになっているのかなというふうに思ってるんですね。でなんか1枚で着てもそれなりに様に見えるというところでこれはおすすめできるのかなと思います。まあ、カラー展開も豊富で、ブラックもいいしライトグレーみたいなちょっと明るめなんだけどほんのりグレーが混ざってるみたいなものも結構ねおしゃれに見えるし着こなしが明るく見えるのですごくいいかなと思います。あとはダークブラウンとかもいいし結構ねオリーブもいい難しいですネイビーもいい今いろいろ見てるんですがまあカラー展開たくさんある中でまあ迷いどころかなと思うんですが個人的にはライトグレーかオリーブもしくはブラックあたりが使いやすいかなと思うのでぜひチェックをしていただければなと思います。これはなんと 40% オフですね。
かなり安くなってます。で、かなりね、これは在庫もまだありそうかなと思うので、ぜひですね、チェックしていただければなと思ってますね。ショートパンツに合わせてもいいですし、あとは、まあ僕が今履いてるような、こういった、なんだろうな、スラックス調のアイテムですね。ユニコでいうとこのスマートアンクルパンツ系とか、そういうような、まあなんか腰回りにはゆとりがありながらも、綺麗めなラインのパンツなんかとは相性がいいかなと思うので、まあこのね、タンクトップとのレイヤードのね、T シャツ楽しみにしていただければなと思ってます。で、面白いのがこの胸ポケットですね。僕は今ついてないんですけど、これがあるかないかで結構デザイン的にはまあワンポイントになるし、少しおしゃれ感が出るんですね。なので、この胸ポケットがついてるのも嬉しい点かなと思いますし、1枚でレイヤードっぽく見えるというところでは、すごくね、面白みがあるかなと思うので、ぜひウェブでチェックするか、もしくは通販の使い方のコツとして、僕はですね、もちろん通販でそのまま買ってしまうことも多いんですが、慎重に買い物したいと思うので、基本的にはウェブで見た後にそれを実店舗で試着してから買うっていうのをやるんですね。その際に自分が行こうと思ってるショップの在庫があるかどうかを確認してみるとすごく分かりやすいかなと思うので、まあ、まずはウェブで見て目星をつけて、あとはピンポイントでお店に行くっていうのが、まあ、最大にですね、時間を短縮化するという意味では使い勝手がいい方法かなと思うので、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思ってます。ということで、まず一つ目は、クルネック T シャツですね。ドライレイヤード T シャツでしたという形で、続いてなんですが、特にこれから夏場ですね、活躍してくれるアイテムかなと思うんですが、これはね、ショートパンツになります。商品名がですね、ツーウェイベイカーショーツというもので、これもね、これから、外で遊んだりだとか、あとは、ちょっとアウトドアで活躍するようなアイテムで、すごくね、便利かなと思うんですね。まあ、ちょっとですね、素材的にはシャカシャカした感じなので、水とかね、汚れにもちょっと強いかなと思うので、まあ、こういったものがあるとですね、これからの季節はめちゃくちゃ便利なんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、スタッフのコーディネート事例もたくさんありますので、そちらも参考にしながら使っていただけるといいかなと思うんですが、色はね、カラー展開たくさんありますが、ショートパンツに関しては僕はブラックが一押しですね。まあ、アイテム的にもう短パンというだけでカジュアルなので、そこに対してカラーをちょっと遊んでしまうと、なかなかね、大人の男性では着こなせないことも少なくないので、基本的には色味に関してはもうブラックを選ぶと間違いがないかなと思います。またね、在庫があるんですの、あるので、ぜひそちらチェックしていただければなと思います。ただね、この動画見てくださってる方ね、チャンネル登録者数見てもお分かりの通りかなりいらっしゃるので、結構1日2日ぐらい経つと在庫がバババッとなくなってしまうこともあるので、その点はご了承いただければなと思います。意外とですね、ウェブで在庫がなくでも、お店に行ったらまだ実店舗では在庫があるということも少なくないんですね。この点は各種セレクトショップもそうですし、あとはユニコなんかもそうなんですけども、オンラインの在庫とお店の在庫はまた別物なので、ひょっとしたらこちらで売り切れても、まあ今回は楽天ファッションの中のリンクを貼っておきますが、楽天ファッションになくてもユナイテッドアローズ本体のウェブの方では在庫があったりだとか、あと他でもね、いろんな通販サイトに同じ商品が載っけてあるので、他では売ってるということも少なくないので、まあぜひですね、こちらで売り切れてしまっても皆さん検索しながら見つけていただきたいなというふうに思ってます。はい、まあ丈の長さもちょうどいいし、太さですね、裾の太さもちょうどいいですね。で、通常のこうショートパンツに比べて、外付けのポケットでデザイン的にもアクセントになっているのが非常にいいかなと思うので、ぜひこちらのですね、ショートパンツもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目なんですが、これもボトムスなんですけども、いいなと思ったのが、別注のグラミチの、TW テーパードパンツというものですね。まあ、この時期になると暑いので、さっきみたいな短パンが使いやすいのは間違いないんですけど、年齢重ねてくると短パンが似合いづらくなる問題っていうのがあって、まあ、僕自身もね、去年までは全く違和感がなかったのが、今年になって、短パンもいいけど、やっぱりこう外遊びするときは履くにしても、まあ、普段ちょっと小綺麗にするには短パンよりもロングパンツの方がやっぱり使い勝手がいいなとか、自分の雰囲気とか、年齢には合ってるなと感じるようになったので、まあ、丈の長いパンツもですね、改めて新調する必要があるかなと思うんですが、このグラミチ のコラボレーション企画っていろんなブランドがやってるんですね。まあ、グリーンレベルもやってれば、ナノユニバースだとか、
アーバンリサーチとかもやってるし、結構ドメスティックブランドとかでもやってるんですよね。N ハリウッドとかでもやってたと思うし、本当にね、いろんなブランドが、グラミチとコラボレーションしてボトムスを作ってるんですけども、まあ、このグリーンレベルのシリーズは基本的にはですね、シルエットはかなりこう定番的ですね。テーパード型といって、もも周り、まあ、このパンツもそうなんですけど、もも周りはゆとりがあって、でも膝から下は細くなるみたいな、こういうのが結局は大人の男性にはめちゃくちゃ似合うんですね。こう大定番で間違いのないシルエットで、それがグラミッチが作っているということで、まあ、素材的にはですね、すごく履き心地がいいというところなので、このね、TW の素材のパンツはめちゃくちゃ使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。なんか今時期だとショートパンツ欲しくなるんだけど、なんか長い季節3シーズンぐらいは使えるかなと思うので、ぜひですね、これセール価格になっているので買っておくといいんじゃないかなと思いますね。14,000 円のものが8,400 円というところで、かなり買いやすくなってるかなと思いますね。まあ、普段ですね、僕のチャンネルではグリーンレベル以外にも、ユニクロだとか GU とかの商品をご紹介するんですが、やっぱりセールの時こそ一歩踏み出してちょっと高い価格のものは買いやすいと思うんですね。ボトムス1本で 14,000 っていうと、おしゃれが好きな人にとっては別に高くないです、正直。それぐらいであれば、まあ普通に買おうかなっていう感じなんですけど、一般的な感覚だと服、ボトムスに 14,000 って何事かと思うわけですね。ここら辺はやっぱおしゃれが好きな人と一般の方との感覚がやっぱ大きくずれてるところなので、まあ、そういう時にね、その14,000のパンツが8,000に下がっていたら、まあなんか初めてトライする方にもですね、比較的取り入れやすいかなと思うので、ぜひぜひですね、このグラミチのボトムス、まあカラー展開たくさんありますが、まあ色、これは、ネイビーかダークグレーじゃないですか。この2色のどちらかがやっぱり使いやすいかなと思うので、ぜひですねチェックしていただければなと思います。僕はブラックのパンツ大好きでよく持ってるんですけど、ネイビーとかダークグレーの方が合わせ方としては自然なんですね。同じような濃い色なんだけども、ほんのりネイビーだとかほんのりグレーというものが感じられた方が、なんか無機質な感じもしないし、ちょっと柔らかくなるので、個人的にはね、こういった色合いもすごく好きで、まあブラックのスラックスばっかり最近は買ってたので、最近はちょこちょことダークグレーだとかネイビーを増やすようにしてるんですが、ぜひですね、皆さん履くときにはこういった色合いすごくいいと思いますし、もう靴なんかはですね、白のレザースニーカーだとか、あとはなんだろうな、サンダル系も合いますし、本当にね、夏でも使えるし、秋口とか春にも使えるので、ぜひこちらはですねチェックしていただければなと思います。グラミチがセールというのはですね、個人的にはすごく嬉しいなと思うので、皆さんにお勧めできればなというふうに思ってます。はい、続いて4点目なんですが、これはねちょっと雰囲気変わりまして、ジャケットですね。もう今ね、この時期にジャケットなんて暑くて考えられるかという方もですね、少なくないかなと思うんですが、セールにおいては結構ね、ジャケットとかセットアップだとか、そういったなんか今すぐはちょっとあんまり着れないかもしれないけども、長く使えるものっていうのは絶対買っておいて損はないと思うんですね。季節はまた巡り繰り返すので、間違いなく、春が過ぎて夏になっても秋になるわけですよね。今回ご紹介するものって春にも使えるし、意外と秋にも使えたりだとか、真冬はきついけど、年内であれば着てもそんなに違和感がないっていうものも少なくないんですね。まあ、こういったネイビーのシンプルなジャケットというのは、まあ一着あれば結構使える機会が多いかなと思うので、今すぐは検討できなくても、なんか絶対着る機会があるので買っておくのはいいのかなと思います。 40% オフになってるのでね、定価で買うとなかなか高いものも、今買うとですねすごく買いやすいですね。 13,000 円でグリーンレベルのジャケットが手に入るというのはすごくいいんじゃないのかなと思ってます。まあ、シンプルなネイビーね、選んでもいいし、ちょっとねロイヤルブルーみたいなもので、春夏のこう明るさを取り入れてみるのもいいかなと思うので、そのあたりは好みかなと思うんですが、まあ、個人的にはネイビーがおすすめかなと思うので、ぜひこういったものをですね、 T シャツ上に着るだとかポロシャツ上に着るだとか、そういった形で、まあ、ネクタイ締めるよりもちょっとカジュアルめのビジカジとか、もしくはきれいめの私服として使ってもらうとすごく便利かなと思うので、こういったビジカジで使えるものは間違いなくセールでおすすめなので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思ってます。まあこういったものがね、売り切れてしまっても同じようなネイビージャケットとかまだ在庫あるものいっぱいあるかなと思うので、グリーンレベルの中でビジカジ系のアイテム、ジャケットだとかセットアップはおすすめなので、ぜひチェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、
続いてラスト5点目なんですが、結構ね、もうお伝えしたいこといっぱいあって、すぐですね、時間がすぐ来てしまうわけなんですが、これまたね、マジかよというようなアイテムなんですが、多機能ポケットナイロンオックスルーズステンカラーコート、これもおすすめですね。皆さんのツッコミはわかりますよ。こんなね、めちゃくちゃ暑いのにステンカラーコート、季節が全く違うじゃんという方もいらっしゃるかなと思うんですが、これも先ほどと同じようにセットアップは今すぐ着れなくても活躍する機会があるよというのと同じなんですね。ステンカラーコートってもうベーシックで間違いがないアイテムなんですよ。で、季節としては春にも使えるし秋にも使えるということで2シーズン活躍してくれるアイテムで、なおかつもう本当に大定番のアイテムなので、今年も使えるし来年再来年って全然使えると思うんですよ。こういったアイテムも微妙にね、なんかサイズ感とか変わりながら変化をしていくわけなんですが、まあ、サイズ感で見てもこれはちょっとルーズさのあるような、すごくですね、使いやすい今っぽいサイズ感なんですね。これね、おそらく僕が持ってるものと同じだと思うんですよね。動画の中でも解説したと思うんですが、まあ、超人気のシリーズで使い勝手がいいものなんですね。なのでこれはね、今時期に持っておくのは間違いなくいいかなと思います。色合いとしてはベージュか、あとはネイビーですね。もうネイビーも間違いなく使えます。あとは、確かグレーなんかは僕動画の中で着たと思うんですね。グリーンレベルの、自由が丘店に行って撮影した時に多分ライトグレー着たと思うんですが、これも安くなってるので、もう1万560円ですよ。これ間違いなく買った方がいいですね。40% オフで必ず秋口からまた使えるので、ちょっと寝かして、またね、セール時期が終わって秋が迎えた頃、まあ10月ぐらいなんかには使い勝手がいいかなと思うので、そういうものをこういう時期に買っておく、そして長く着るというのは賢い買い物の仕方かなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思ってます。はい、ということでですね、今回も編集なしで、まあ、ちょっと画像とか一部入れますけども、ボタンを押してからそのまま僕ずっと話し続けてるわけなんですが、まあ、こんな形で、セールの情報を皆さんにお届けさせていただきました。あまりね、無料版の YouTube でこういうことやらないんですが、実はよくね、僕が動画の中で解説しているメンバーシップの中ではこういったことをですね、頻繁にやってるんですよ。確か前の動画とか30分ぐらいね、長い尺でずっとセールの情報をお伝えしてたりとかしてるんですね。今回グリーンレベルでしたけども、それ以外のユナイテッドアローズだとか、トゥモローランドだとか、バーニーズニューヨークだとか、エストネーションだとか、そういった、まあ、かなり幅広いですね、セレクトショップの情報とかも出しているので、まあ、気になる方はですね、オンラインのこちらのですね、動画の下にですね、メンバーシップのリンクも貼ってありますので、チェックしていただければなと思います。月額590円なんですけども、間違いなく元が取れるかなと思います。本当 T シャツよりも安い価格なので、確実にお得な情報をどんどん出してますので、気になる方は今回のグリーンレベルの情報もさらにちょっとバージョンアップしたものをですね、メンバーシップでも出しておきたいなと思うので、チェックをしていただければなというふうに思ってます。はい、ということで、これからもですね、こちらのチャンネルでもどんどんですね、お得な情報だとか、なんかね、セールのアイテムでも僕はなるべくベーシックで長く使えるものだとか、本当にね、大人の男性が持っておいて損がないものだけを忖度なしでお伝えしていきたいなと思ってるんですね。でもやっぱり僕の動画を見ながらも、持ってるものは買わなくていいです。もうすでに似たようなものを持ってる場合はなんかね、無理して買うと絶対に着なくなってしまうので、まあ、冷静にね、見ながら本当に必要なものだけを買っていただければなと思うので、ぜひ頭の片隅に置きながらですね、今後のファッションを楽しんでいただければなというふうに思ってます。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。